早速スタートしていきます。瀬内の散歩です。さあ、こちらのイベントですね、皆様の前にとても体の大きな生き物がやってきます。よければそのままですね、たくさんお写真動画撮っていただきまして、夏の思い出残してください。さあ、本日ですね、皆様の前にやってきているのは男の子の瀬内です。名前はキックと言います。キック、元気に返事もできましたね。このイベント実はですね、今日が最終日となっております。ぜひですね、あ、こんなあいにくの天気ではありますが、皆さんラッキーと思っていただきながらですね、このイベントを楽しみください。ありがとうございます。大きいねという声もいただいておりますが、現在の体重は1000キロを超えています。あ、びっくりしていただきありがとうございます。すごくいいリアクションですね。はい、この1000キロの体重を超えて、1000キロを超えているキックですが、27歳の瀬内です。この27歳というのも意外とすごくてですね、日本の水族館生まれの瀬内の中では現在一番長生きしております。この瀬内が皆様の前にご挨拶にやってきておりますので、ぜひ今日はですね、お名前とそして瀬内という生き物について、知っていただければと思います。さあ、瀬内といえばですね、とても立派な牙が特徴です。よく皆様に勘違いされてしまうんですが、男の子だから生えてくるんだよねと言われることがあるんですね。これはですね、男の子でも女の子でも生えるようなものなんです。男の子の背打ちの方がより長く伸びます。伸びるときはですね、1メートルぐらいまで伸びます。現在のキックの牙の長さは60センチぐらいです。これからですね、もっともっとビーチランドたくさん来ていただくとですね、徐々に伸びていく生物の牙もですね、皆様に観察していただけるかなと思いますので、ぜひですね、ビーチランド遊びに来た際は忘れずにキックに会いに来てくださいね。さあ、先ほども紹介しましたが、体重は1000キロあります。立派なお腹を今自慢してますが、皆さん見えますか？さあ、生物という生き物はですね、このように手足がヒレ状になっているのが特徴の生き物です。私たち人間のように5本指が分かれているわけではなくて、水かきがついているのが特徴なんですね。そういった生き物はセウチ以外にもいます。ビーチランドにいる生き物だとゴマフアザラシ、あとはカリフォルニアアシカもセウチと同じ、こういった手にですね、水かきがついているような生き物です。こういった生き物たちを合わせてヒレ足類、もしくは飛脚類と呼んだりするんですね。今日はヒレ足類、セウチがですね、アザラシやアシカと同じ仲間ということをぜひ覚えていただければと思います。さあ、こんな立派なお腹を持つセウチですが、お腹の真ん中にはおへそがあります。私たちと同じ哺乳類ですので、ここ分かります？ここにおへそがあってですね、その下には男の子なのでおちんちんが隠れている穴があります。さあ、そんなところもですね、今日はしっかり見ていただきましたので、ちょっとパフォーマンスもやりますよ。よいしょ。さあ、向きを変えて、よし。では正面のお客様に可愛らしいお顔を、あっかんびこんな方まで来ちゃいます。あ、雨もちょっと弱くなりましたね。皆様からの拍手もいただけたところで、こちら側のお客様にもぜひ紹介していきますよ。あ、投げキス。よし。ありがとうございます。嬉しいね。さあ、今日はですね、セウチの散歩が最終日ということで、このイベントもですね、もう間もなく終了のお時間が近づいておりますが、最後の方もですね、しっかりお客様にご挨拶してお別れとさせていただきたいと思います。さあ、この後もですね、ぜひぜひビーチランドに遊びに来ていただき、キクにはですね、しっかり会いに来ていただきたいなと思っております。最後はですね、皆様でキックの成長と、そしてですね、ビーチランドのますますの発展を祈願してですね、一本締めでこのイベントを締めたいと思っております。もしかするとね、傘を持って、そしてカメラを持っているとね、同じような動きはちょっとなかなかできないかと思いますが、よかったらですね、
一緒にご賞はいただきまして、一本締めでこのイベント締めたいと思います。小さなお子様にはですね、ぜひ大人のお客様こうやるんだよと教えていただきまして、私の掛け声でですね、皆様一緒にやりたいと思います。それではビーチランドのますますの発展、そしてキックのこれからを祈願しまして、一本締めで締めさせていただきたいと思います。よーっ、ありがとうございました。このイベントは本日が最終日となっておりますが、聖地館に来ていただければいつでもキックには会えます。あいにくのお天気の中、皆様最後まで、ご覧いただきまして誠にありがとうございました。これからもですね、ぜひビーチランドに来た際には聖地館でキックに会うことを忘れないでください。この後キックは白のプールへ戻っていきます。戻った後も白いマットはお片付けのお時間となりますので、皆様には避けて通っていただいております。またこの後もビーチランドにはたくさんイベントをご用意しております。すぐのイベントですと有料のイベントにはなりますが、ペンギンまみれの記念写真スタートしていきます。ぜひペンギンまみれの記念写真、チケットをお持ちのお客様はペンギンプールのスタッフまでお越しください。またこの後イベントですね、もし参加してみたいという方いらっしゃいましたら、同じくペンギンプールのスタッフへお声掛けください。またこの後はですね、アシカニエサワギオのイベントも飛び入り参加が大歓迎となっております。アザラシプール横のアシカプールですね、こちら現在ナイト君が待っておりますので、ぜひ皆様アシカニエサワギオもご参加ください。この後も南千田ビーチランドおもちゃ王国でどうぞごゆっくりお過ごしください。